2016年は11月中旬に紅葉を迎えた、湯河神社は、奈良県奈良市高畑町の湯河山に鎮座する神社。社殿によると、飛鳥カカナビが平城テントと共にこの地に移り、この山を平城の飛鳥山と呼んだという。元は、元号寺前上院の鬼門女鎮守の社で、後に、幸福寺大乗院が山麓に立つに及び、その守護神として、 藤原氏等の推計を受けた。大乗院寺社雑時記、明王三年十二月三十日の上に、一後知恵光院殿五根流の分今、宮殿五天堂拝殿仮武器なりとある、今宮は、本神社のこととされ、アスカの元宮に対して今宮と呼ばれたとされる。湯河神社と称するようになったのは、比較的最近のこととしている。しかしながら、この由緒には、疑問も提されている。 社殿が、飛鳥の元宮に対する故障とする、今宮については、大乗院寺社雑事記にその創始が詳しく記されており、かすが語書明人を勘定したもので、その鎮雑も湯ガさんではなく西隣の鬼、そのさんである。また、ならば熊木さんでも、鬼その山の甲で、ゼも大乗院をわします後ろの山を運、この山のうちに茶屋もあり。 今宮とて、春日明神を九安治用の宮も言うと記されている。この今宮は、湯河神社とも並存して、江戸時代にも存在したと考えられており、廃絶は、明治初期の大乗院解体と同時期と思われる。湯河んは、正方院さんとも呼ばれ、今宮ではなく、神宮が祀られていたことが、大乗院寺社雑時期に見える。神宮は、大乗院。 第十二大角村の死後に与えられた信号であるとされ、この里子村が正方院山新宮社に祀られていた。この新宮社の創始時期、廃絶時期及び廃絶理由などについては不明である。願号寺前上院陳寺は高畑の天馬天神であり、大上院が当地に移って後も同社が陳寺となったとされる。奈良坊目津田中井牧奈の天満天神宮上によると、 天馬天神内にはかつて稲荘氏があったが、いつの間にか廃れてしまっていた。教法三年、宮森の葉山神太夫が霊夢を見て、稲荘氏を再興し、同十五年八月に天馬天神の北方、かつての神宮舎があった地に、聖戦宮を行った、との記録がある。稲荷神社と湯河神社は、祭神が等しく恨神玉を見込みであり、 この稲荷神社が山の地名にちなみ光年湯河神社と称したことが推測される。このあたりは中世の湯河山城あるいは西方院山城、木曽の山城の跡と見られており、今も広い大地と堀の跡が残っている。一の鳥居の左手に社務所、長寿社、神父所があり、その先に長い石段が山腹を登っている。少し登ると、 中腹右手にアスカカミナミ社と湯ガさん桜風花碑がある。石段の末に湯ガ本宮の変額を大きく掲げた拝殿があり、左手に久江彦社とされた彦神社、右手に一言稲荷社と平城のアスカの万葉花碑がある。本殿の背後一帯は、小山と呼ばれ、大杉大明神、白玉大明神、末広大明神、 金丸明人がそれぞれ石碑を建てて祀られている。春はまた花にと飛婚湯がの山京のも道のかえ、さおしみて、両財作者は、カジノとさ守る藤原両財で、天保2年4月8日、奈良奉行となり、同7年12月8日、京都西町奉行に転出するまで6年間奈良に勤務した。著書に、山城大和見聞随筆三巻がある。 湯がさんは古来桜と紅葉の名所として知られ、奈良16系に、湯河さんの桜と、湯河さんの紅葉がある。ふるさとのアスカは、あれと、青に吉奈良のアスカを見落しよしも、大友坂の上のいら詰の天平を5年の作。ありがとうございます。